はい、皆さんこんにちは。時間ですので始めたいと思います。本日はですね、日本でも大変話題になった方です。そして、こちらの方の、体験は大変感動的なものでらして、でそれをこの度ポプラ社からですね、こういった翻訳の本が出ました。僕は君たちを憎まないことにしたというタイトルで、このタイトル自体ですぐ我々は思い出すんですけれども、つまり昨年のですね、パリで起きた同時多発テロ、11月に起きましたけれども、この時奥様をテロリストに命を奪われたわけですけれども、夫として、息子さん今2歳ですね、メルビルさん、と一緒に生きていくということになりってですね、そして、至った結論が、僕は君たちを憎まないことにしたと、テロリストを憎まないことにしたという結論を出された方です。この方、お名前はアントワーヌ・レスリーさん。事件当時はフランスのラジオ局で文化担当の記者をしていらっしゃいましたが、その息子さんとより、長い時間を一緒に過ごしたいということで、今はフリーランスのジャーナリストをしていらっしゃるということです。で、この本はですね、翻訳が大変素晴らしくて、今日は翻訳家のですね、翻訳された土井佳代子さん、に通訳をお願いしております。それからあと皆さんのと思って、土井さん、ごめんなさい。土井さんはそちらにいらっしゃる。すいませんでした。すいません。土井さんはそちらにいらっしゃることですね。申し訳ありませんでした。それからあと本は、これは今日は100冊ですね。出版社のポプラ社のご厚意で、こちらのクラブに持ってきていただいているということです。最初にですね、レリスさんから冒頭お話をいただいて、その後質疑応答に移りたいというふうに考えております。申し訳ございません。私は日本記者クラブ企画員で共同通信の杉田でございます。それではレリスさん、お願いいたします。Je suis pas très doué pour les discours. 私はあまりスピーチには向いていないんですが。Et par contre, je suis normalement un peu plus doué pour les histoires. Alors, c'est une histoire que je vais vous raconter. でも私は通常でしたらお話を語るということはもう少し力があるかなと思うので、それについてお話をしたいと思います。C'est l'histoire des mots, comment ils naissent et comment ils vivent. で、まずはですね、この言葉というもののお話、言葉というものがどのように生まれて、そして息づいていくかというお話です。Il était une fois donc un journaliste de 35 ans qui avait perdu sa femme dans des attaques terroristes en France un 13 novembre. で、昔あるところにいた35歳のジャーナリストがフランスでのテロでその妻を亡くしました。それが11月の13日のことでした。Et cet homme a entendu en lui une petite musique, une musique faite de mots, une musique qui le faisait se sentir un peu plus grand que ce qu'il n'était. そして彼の耳に響いてきたものが、いろいろな言葉からこの綴られた音楽でして、それがだんだんとこの彼が思う以上に大きくなっていったわけです。Et c'est en posant ces mots pour lui-même qu'il a réussi à monter une barrière entre lui et ce sentiment qui frappait à sa porte. で、そしてこの自分自身にその言葉というものをだんだんとこう置いておくことによって、まさにそこにある一つのこう
扉というものを叩いてくるようなそんな感情というものの一つの障壁というものを彼自身はだんだんと乗り越えることができるようになりました。Ce sentiment, il avait pour nom la haine. で、そしてその感情というものが何かというと、その名を憎しみと名付けることができます。Et puis les mots ont continué à venir, ils se sont tenus la main, ils se sont embrassés, ils se sont parlés et ensemble ils ont fini par faire un livre. そしてそうした言葉というものが次々にやってきて、そして私の手を取り、そして私にどんどんと語りかけてくるようになり、それが最終的には一冊の本となったわけです。Et ces mots qui étaient une nourriture intérieure sont devenus pour beaucoup de gens une nourriture spirituelle, mais à l'extérieur de cette intimité. Et そしてこうした言葉というものがまさにその自分の内面の一つの糧となっていく。それがまたたくさんの人々にとっても精神の糧ということになって、それがただ一人自分自身だけのものから超えていったものであります。Et ça m'amène aujourd'hui devant vous et je suis très honoré d'avoir été invité au Japon. こうして私自身が皆様の前にこのように伺うことになったわけでございまして、今日こうして日本に招待されることになって、それはなんて名誉なことだろうと思っております。Et on me demande parfois comment est-ce que j'explique que mes mots comme ça aient pu parcourir le monde entier?でそして時にはですね、このように世界中を駆け巡ることになったこうした言葉というものをどのように私が説明できるのかということを聞かれることがあります。Alors, j'ai pas la réponse complète. Par contre, je sais que ça tient sûrement au fait que ce livre parle d'amour. でもそれに対しての完璧な答えというものは持ち合わせではいませんけれども、やはりこの本というものが愛というものを語っているからではないかなと思います。En français, on a beaucoup de mots pour parler d'amour. でもフランス語だとこの愛を語る言葉ってたくさんあるんです。Et je sais pas comment, je sais pas quels sont les mots pour décrire et raconter l'amour en japonais. で、日本語だったらこのように愛というものを表現する、そして語る言葉というものがどんなものかは存じません。Mais il me semble qu'au-delà des mots, les sentiments sont à travers le monde, tout aussi complexe, tout aussi riche, et nous permettre de nous sentir plus grand. そして、でもこの言葉というものを超えたところにある感情というものは世界中においてそれは複雑で、そしてそれはもうこう素晴らしいものであって、そしてそうしたものによって私どもというものが成り立っているのではないかと思われます。C'est donc d'amour dont je suis venu vous parler aujourd'hui et merci de prendre le temps de m'écouter. で、今日はこの愛について皆様にお話をしようと思ってここに参りました。お時間を取っていただいて、そして私に耳を傾けていただくことにお礼を申し上げます。はい、ありがとうございました。本当にいろいろ聞きたいことはたくさんあるので、ちょっと一に私の方から伺いたいと思うんですけれども、そのテロというものをですね、こう今ヨーロッパはいろいろテロがたくさん起きて、ヨーロッパの市民を恐怖に陥れていると。いう印象があるんですけれども、そういった恐怖に対して、こう日々生活していく、しかもその恐怖に負けないと、で生活していくと、それが今非常に世界中で重要なことだと思うんですけれども、それはどのようにしてレディスさんはその恐怖あるいはテロそういったものを乗り越えて、暮らしていけているのでしょうか。
れはその秘訣みたいなものなんかお考えになっていることあればお知らせ。Non, non, non, mais aucun de mes concitoyens qui l'a surmonté cette peur aussi, je pense, n'a de recette particulière. On continue parce que c'est la vie qui s'impose.でもやはり我々はこのやはり生活人生というものがもうそれをしていかなくてはいけないということで続けて生きていくだけのことです。Et justement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de bomber le torse ou de se donner l'apparence d'être fort. ですから、私思うにやはり我々はですね、自分たちが強いふりをする。という必要はどこにもないと思うんです。Pour résister à cette peur. ですから、そうした恐怖というものに抵抗するために、まさにこの強いふりをする必要はない。それは間違いだと思う。Et j'aimerais vraiment que mes concitoyens prennent conscience de la force qu'ils ont en eux de résister comme ça à la peur. でもこうした恐怖に対してのやはり抵抗できる力というものは自分たちが持っている。ということをやはりこの仲間の市民たちがしっかりと分かってほしいと思っています。Parce qu'entre le courage de prendre une Kalachnikov et de tirer dans le dos de gens désarmés。で、つまりはですね、カラシニコフというものを手にして、そして全くこの武器を持たない人々の背中から撃つというそうしたもう勇気というものを持つくらいなら。Et le courage de les affronter, ces potentielles mitraillettes, désarmées, mais en avançant dans sa vie. でもやっぱりですね、そのような例えばこの機関銃とか、それからまた武器に対して果敢に立ち向かっていく。それは自分自身の生活を続けながら立ち向かっていくこと。Je pense qu'il est très facile de comprendre où sont les héros et où sont les monstres. でそうなると、じゃあどっちがヒーローで英雄であって、そしてどっちが怪獣であるかということは歴然としていると思うんです。もう一つですね、私から伺いたいのは、よくホームグローンテロリストという言い方がありますね。つまりヨーロッパの国々で移民の2世3世として生まれた方々がテロに走っていると。で、こうしたテロリズムとそのイスラム教の結びつきをどういうふうに考えたらいいのかというのが議論になっています。つまり、社会的な、差別あるいは貧困格差、こういったものがテロの一番大きな理由であって、そのイスラム教とは あまり、関係ないんだという見方が一つあります。それから一方でやはりイスラム教が持っているですね、その、その宗教的な信念というか、そういったものがヨーロッパの民主主義あるいはその物質主義に対してテロで対抗するという見方がありますけれども。レリスさんはどういった考え方を持っていらっしゃいますか。つまりなぜホームグローンの人々がテロに走るのかということです。Je leur laisse dans moncœur la place qu'ils ont dans mon livre et dans ma lettre. そうですね。私自身の本と、それからまた私が最初に呼びかけた手紙の中に書いた私の心というものを彼らにまずは伝えたいと思います。Ils sont pour moi le décor du drame qui s'est réellement joué pour moi, qui est la perte de l'être que j'ai aimé et la mère de mon fils.で、そしてまた、私にしてみればやはりこの悲劇というものを、一つのあくまでも、舞台装置に過ぎないと思うわけでして、そしてそれによって私の息子の、
母の命というものが奪われたわけです。Après, en tant que citoyen, j'essaie de regarder qui ils sont. でも一市民として一体彼らが何なのかということをですね、見つめてみたいと思います。Et quand je les regarde, je me rends compte que je suis comme tout le monde dépassé, que j'arrive pas à comprendre ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour faire ça. いやでもこれだけのことをする人々の頭の中で一体何を考えているのかということをですね、私は他の人々と同じようにやはり私の想像を絶するということで全くもう考えられないことになります。Alors je me concentre sur tous ceux qui ne sont pas encore contaminés par par ce virus du désir de mort. ですからまだこうしたまさにこの無秩序な状態になるというウイルスに汚染されていないということで私はそういう人々がいるというだけで嬉しく思います。Et je pense qu'en resserrant le lien social entre tous ceux qui ne sont pas perdus, on arrivera à leur résister. En tout cas, c'est moi ma seule manière de le faire.でもつまりはですね、まさにそういったものを失っていない人々というつまりそうした、大事なものを失っていない人々との絆というものを強くすることによって我々はそういったものに抵抗していくことができると考えています。ですからそうした人々とですね、手を携える必要があると思います。はい、ありがとうございます。それでは皆さんから質問をお願いしたいと思います。マイクを使ってですね、所属とお名前をおっしゃっていただいて、質問人をしていただければと思います。どうでしょうか、いかがですか。はい、じゃあそちらのことをお願いします。岡山県の、山陽新聞の前川と申します。エリさんの本を拝読させていただきました。ありがとうございます。2つ質問させてください。1つは、もしですね、将来息子さんが、テロの犯人を憎いという気持ちを抱くことがあったらどう思われるでしょうか。Je vais essayer de lui donner les armes pour faire de lui un esprit libre。私としてはですね、彼自身がこの気持ちというものを自由にこれから先も持っていけるような、そういった彼自身が強くなるような、そういった方法というものを与え続けていきたいと考えています。Je suis devant une salle de journalistes. Vous savez ce que veut dire développer son esprit critique, recouper les sources d'information, chercher l'objectivité autant que faire se peut. そうですね。皆様ジャーナリストでいらっしゃるからお分かりだと思いますけれども、やはり批評家の精神を持つということ、それからまたやはりいろいろなこのそうした悪い根源を断つということ、そしてまた客観性というものを可能な限り持ち続けるということが大事だと思っています。 Et ensuite, lui sera libre de choisir son chemin. でもその後にやはり彼自身は自分の道というものは自由に決めていくことができると考えています。 Je serai là pour l'accompagner, pour non pas le guider, mais essayer de le nourrir avec de la culture, de l'information, de l'intelligence. そうですね。ですから、私自身は、そこにいて彼に寄り添って、でも私が例えば導くということではなくて、やはり何とかして、彼にいろいろな自由を与えて、そして、文化的にも、それからまた、情報という意味でも彼の役に立てればと思っています。Mais plutôt que d'en faire un adulte qui refuse la haine, je veux en faire un adulte qui accepte la liberté, y compris si cette liberté c'est de céder à la haine. で、そして彼にはですね、一人の大人として憎しみというものを拒むというよりも、
やはり自由というものを受け入れる人間になってほしいなと思っています。それが一つの、DNA として受け継いでくれればと思っています。ありがとうございます。Il y avait une deuxième question. 2つ目のご質問が終わりです。はい、もう一つお願いします。あの本を読んで、こういったあの事件の被害者に対して、周りの人がどう接するべきなのかということが非常に難しいなと感じました。あの実際に、どう接してほしいというふうに思われましたでしょうか。Ce livre concerne les 12 jours immédiatement après l'attentat. まずこの本というのはあのテロが起こって、そのすぐ後の12日間を語ったものです。Et mon premier réflexe, c'est de protéger notre cellule familiale. で最初に私の頭にあったのは、まずは、私どもの家族という単位というものをしっかりと守らなくてはと思ったわけです。D'un monde, d'une ville, d'un entourage qui ne bruisse que de ça, que des attentats. で、というのも、その周りの世界というものが、そして周りの町中が、もうこのテロのことでですね、もうそれはそれは大きな音を立てていたからです。Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai dû filtrer ce qui pouvait entrer et ce qu'on devait laisser à la porte. ですから、そんな時に私自身が一つのですね、フィルター役になって、そしてもうその外から私のところ、私どものところに何は入ってきていいのか、そして何はこの戸口のところで止まったまま絶対入ってきてはいけないのかということをしっかりとこの選ばなくてはいけないと思いました。Aujourd'hui, maintenant que Melville est en sécurité dans sa famille, même si sa famille c'est moi. On laisse entrer maintenant tout l'amour possible que tous les gens autour de nous nous donnent encore.ですからもう今やですね、周りの人々がすべて私どもにこの与えてくれる愛情というものをみんなみんな受け止めています。Et au-delà de ça, dans le livre, il y a la lettre que j'ai lue à l'enterrement d'Hélène. で、そしてこのそれ以外にもこの本の中にはですね、このエレーヌの埋葬にあたって読んだ本読んだレター手紙というものがございます。Une lettre que j'ai écrite au nom de Melville. つまりメルヴィルの名において私自身が書いた手紙でもあります。En lui faisant dire que maintenant on était deux aventuriers. で、そしてその中にはですね、さあ今や私たち二人で一つの物語を語っていく語り部になるんだぞということが書かれています。冒険家。Et donc les barrières sont tombées, ça y est, on est prêt à aller découvrir le monde. ですからそこで何を言いたいかと言いますと、今やそこで世界と隔てる壁というものが崩壊した。さあこれで僕たち二人はですね、世界というものを自分たちのこの目でしっかりとこの体で体験をしていこう。そしてそれを生きていこうという気概にが語られています。はい、ありがとうございます。さあ、それでは次の質問いかがでしょうか。はい、はい、じゃあどうぞ倉重さんお願いします。毎日新聞の倉重と申します。今日はありがとうございました。2つ質問します。事件があった日から3日後にこのフェイスブックに投稿されますが、その時のこのテロ人たちへの手紙の言葉がですね、
向こうからやってくると書いてあります。どこから言葉がやってきたんでしょうか。向こうからというのは自分の言葉の中で浮かび上がってきたというものもあるんでしょうけども、向こうからやってきたというのはどういうことを意味されたのかというのを一つお聞きしたいのと。En fait, à vrai dire, c'est toute la question du livre. だからまさにそれがですね、この今回の本というものがですね、問うている問題でもあるんです。Mon éditrice française m'a dit c'est un livre sur les mots et comment ils conditionnent notre rapport au monde.そしてフランスの出版元の女性が言っていました。つまりこの本というものは言葉というものを語っている本であって、そして世界とそうした言葉を通じてどういう関係づくりをしていくのかということでもあるわけです。j'aimerais mais je ne sais pas vous expliquer pourquoi。 いや、ぜひ本当はなぜかというご説明ができたらと思うんですけれども、それができません。Ce que je n'arrive pas à dire me vient quand je l'écris. だから私自身がこうした自分の言葉で語ることができないことでも書けば、私はそれを言葉として表すことができるんです。Mais je crois que j'ai envie de garder ce mystère intact. でもぜひこうしたこのそうですね、よくわからない神秘性というものをこのまま先保っていきたいなと思っています。Parce que tant que je n'aurai pas découvert pourquoi ces mots viennent à moi, je continuerai d'écrire pour le savoir. だから、つまり私自身がですね、なぜこうした言葉というものが私の方にやってくるのかということがわからない限り、私はこれから先も書き続けていくことができると思うからです。今まではですね、向こうからやってきた割にはですね、非常に言葉が選ばれている、あるいは洗練されているという印象を抱きました。特に第一パラグラフのですね、彼らに対してそのやったことについてですね、神の心を傷つけるはずだという言葉があります。これはイスラム教徒である彼らに対して神という名前を使って一つメッセージを与えたいという趣旨と受け止めました。Oui, et en même temps, je l'avais écrit pour moi au départ.はい、でもあり、最初はやはり自分自身のためにそれを書いたんです。Mais c'est vrai aussi que j'avais envie de leur dire qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. でもと同時に、確かに私としてはですね、彼らに彼らが求めているものというものは得られていないんだぞということを言ってやりたいという欲求もありました。Il voulait que je déteste Dieu parce qu'il serait source de toutes ces souffrances. だから彼らにしてみれば、私が神というものをですね、嫌いになって、そしてそれが全ての悪の根源だということを、苦しみの根源だというふうにしたいと思ったかもしれません。Et en disant ça, je voulais les renvoyer à eux-mêmes. C'est eux qui ont fait du mal à leur Dieu. でも私はそういった彼らに対してこれを書くことによってですね、いや、彼らこそ神に対して悪いことをしているのだという言葉を突き返してやったわけです。Et puis je voulais leur montrer aussi parce qu'ils pensent qu'on est faible. で、それからまたこの彼らに見せつけてやりたいと思ったのは、我々が弱いということではないということ。Que même sans Kalachnikov, même sans Dieu pour qui on œuvrerait.On est fort. いや、つまりは、要するにカラシニコフを手にしていないかもしれない。つまり神というものがなくても、でも我々はしっかりと強いのだと
いうことを言いたいんです。Et qu'on a encore le panache de leur dire qu'ils ne gagneront pas comme ça, qu'ils nous mettront pas à genoux. だから彼らはそんなことをしても我々をこのに対して勝つことはできない。いえ、我々をひれ伏せさせることはできないのだということを言いたいんです。Ils ont déjà pris la vie de ma femme. もうすでに私の妻の人生を奪っていきました。Et la France est de leur faire comprendre qu'ils n'auront pas ni la mienne ni celle de mon fils. だからもうこれから先もう私自身そしてまた私の息子をの を奪うこともできないんだということをしっかりと言ってやりたいんです。Ou en tout cas, s'ils nous ont un jour, on aura vendu chèrement notre peau. En tout cas, s'ils nous auront un jour, on aura chèrement vendu notre peau.でそしてある日万が一私どもというものをですね彼らがこの命を奪うようなことがあってもでもそれは私どもの魂までを奪っていくことができない ありがとうございますその延長線上でもう一点だけなんですけどねこの今回の手紙はですねものすごく大きな反響を呼んだわけですがその中でねイスラム系の方々からあるいはイスラム過激系の方々からの反響はございましたですか。Non, pas des radicaux. J'ai eu des échos de tous les autres musulmans, l'immense majorité des musulmans. いや、過激派からのものはありませんでしたけれども、イスラム教の方々からはですね、ものすごい数の反響がございました。Des messages de soutien et de compassion. まさにこのサポート支援とそれからまたお見舞いのメッセージが入ってきました。Et aujourd'hui, j'ai reçu la bonne nouvelle il y a trois jours à peine. で、ほんの3日前にグッドニュースが入ってきました。Qu'un éditeur égyptien allait traduire le livre en langue arabe.でつまりエジプトの出版社が今度はアラビア語に翻訳をしてくれるというオファーです。Et ça montre bien qu'il y a toute une partie du monde musulman qui entend simplement aimer tranquillement son Dieu。ですからこれを見ただけでも、世界中のイスラムの世界の人々が本当に静かにご自身の神というものをですね。慈しんでいるんだなということがよくわかります。はい、ありがとうございました。じゃあどうぞ、はい、お願いします。朝日 OB の小田川と申します。こういう素晴らしい言葉を生み出した方っていうのはどういう方かなと思ってお待ちしてたらすいませんがごく普通のまあ我々私から見たら青年だったんで安心すると同時になんかいただいた本を手に取ってなんかこう震えが来るような感じしましたそれぐらい私は感動しておりますけどもそれで一つはですね二つありますけど一つはこの犯人をこういう犯行に駆り立てたもの、それがもちろんイスラムとの関係とかいろいろ報道もされてますしいろんなことが言われてますけども、被害者たる、あなた自身はこう突き詰めてかなり考えてこられたと思うんですけどもどういうふうに何が犯人を駆り立てたとお思いでしょうかそれが一つともう一つは実は2001年のニューヨークの世界貿易センターの大変な衝撃の事件でしたけれども被害者の中でもですねこの犯人を憎まないという何人かの方ご遺族がおられて何人かの方がそのグループをですね作っておられると。いうことが最近はこう報道されなくなりましたけども当時私も随分注目したんですで日本のまあ私はキリスト教徒じゃないんですけれどもあるいはあなたがキリスト教徒か私は分かりませんけどもあなたをそういう愛の言葉を語らせるあなたっていうのはそこの背景にあるのは
何なんでしょうか、あなたの宗教的なものなのか、それともさっきあなたは DNA って言葉をおっしゃいましたけども、あの家族の歴史とか、あるいはそういうファミリーの DNA とか、そういうことも、にそういうことがあなたに影響を与えていると思われますか、いかがでしょうか。よろしくお願いします。En tout cas, je sais que c'est ni l'un ni l'autre. いずれにせよ、私が分かっていることはどちらでもないということです。Même si en France, nous avons ce qu'on appelle la laïcité. フランスにおきましてはですね、政教分離ということがございますが。Et que je respecte scrupuleusement ce principe selon lequel la religion est du domaine privé.で私自身はその原則というものをですね、厳密に尊重しております。つまり宗教というのはあくまでも私的なものであると思うからです。Mais en confidence, je peux vous dire que c'est pas ça. でも自分自身のことを考えた場合にはそうではないなと思います。 Et je crois pas non plus que ce soit quelque chose qui soit gravé dans mon ADN.と同時に私 の, あの DNA に刻まれたものでもないと思います。Je pense, et là je reviens au tout début à ce que vous avez dit dans votre question. で先ほど皆様のご質問の冒頭にあったところに立ち戻りたいと思います。Que effectivement, heureusement, je suis simplement un jeune homme normal. でそれはですね、そうなんです。私はあの幸いなことに普通の若い青年なんです。Qui s'est construit une idée de monde au travers de l'histoire, de la culture, de l'actualité. ですからこの世界に対する考え方というものをいろいろな例えばストーリーだとか文化とかそれからいろいろ今起こっている出来事からですね、そうした世界に対する考え方を作り上げていくことができる人間。Une philosophie qui essaie de lui permettre de se regarder dans la glace le soir venu.でそしてまたこの自分自身が考えている思想によって夜自分で鏡の自分の姿を見たときに、ああ自分自身というのはこうなんだなということを自分の一つの思想として持つことができる人間。Mais c'est une construction empirique. でもこれはあくまでもそうしたあの経験を積んでそうしたものを作り上げていくこと。Et c'est pour ça que...Ça n'est pas un exemple ou un message qui s'impose. でもこれがですね、一つのもう見本でもなければ、そしてこうしたメッセージというものがこうでなくてはならないものというわけでもありません。C'est juste une pierre, une petite pierre à l'édifice de comment essayer de vivre ensemble. つまりこれはあくまでもですね、人々と一緒にこう生活、人生を送っていくときに、もうそのこの一つのですね、ものを打ち立てていくときの小さな小さな礎の一つの石でしかないと思うんです。Tout le reste du travail vous appartient. ですから残りの仕事というのはですね、やはり、もう皆様が、あの作り上げていくものだと思っています。あくまでも置いた小さな礎でしかない。はい、あ、じゃあ奥の方お願いいたします。はい、どうぞ。毎日新聞の大木と申します。あのヨーロッパではその、ま、テロと同時に今そのいわゆる難民ですとか移民ですとかそういうものに対する、ま、反発というか、憎しみの輪というのが広がっているというふうにあの伺っていますが、まあ、先日のイギリスがあの EU からの脱退を決めたあの一つの理由にもなっているというふうに聞いています。こういったそのいわゆる何ですかね、難民とか移民に対する反発憎しみという動きをあのレリーさんはどういうふうにご覧になっているのか、これを乗り越えるためにどうしたらいいのかということを教えていただければと思います。J'aimerais avoir des réponses toutes faites. そうですね。それに対する完璧な答えがあったらどんなにかいいかなと思います。Mais vous êtes journaliste aussi, on s'est toujours méfié des gens qui avaient une,
qui pensait détenir la vérité. で、そしてやはり同じジャーナリストとして皆様もそうだと思いますけれども、やはりこれぞ真実だという方々にはですね、やはりどうしても疑ってかかるという人間なんです。Alors, comme j'entends garder des bonnes relations avec vous, j'éviterai absolument de dénoncer quelques vérités que ce soit. ですから、私としても皆様といい関係でいたいので、ですから、いや、これは違うよというような、そうしたこの真実、まがいのことを言いたい、言うのは避けようと思います。Mais si mon engagement est un engagement dans la création et pas dans la politique, で私自身はですね、やはりものを新しく、ものを創造していく、クリエーションというものが、私の道でもあって、それが政治ではないので、C'est parce que ce que je cherche, ce n'est pas un écho mondial. C'est entendre un écho à l'intérieur de vous. Pour être audible, j'ai l'impression que la création est plus forte que le message à tous.だから誰に対してのメッセージというよりも何よりも強いものはやはりこれは何か新しいものを作り上げていくクリエーションだと思っています。Moi, mon travail, c'est individuellement de faire tomber les barrières intérieures. だから私としては私の仕事というのはこのそれぞれの人々のですね心のバリアというものをなくすこと。De vous mettre à nu en partageant mes émotions, en vous faisant vivre des émotions. Et そして皆様がもう何者もまとわずに、そして一緒になってその心の動きというものをですね、共有してくださればと思うわけです。Et que à ce moment-là, vous ayez envie de vous regarder dans la glace. そうすると皆様は、鏡を覗きたいと思いになるでしょう。Et de vous demander personnellement comment est-ce que moi j'ai envie d'avancer.でそうすれば皆様ご自身で私自身がどういうふうな形でこれから先進んでいこうと考えているのか進みたいと考えているのかがお分かりいただけると思うんです。Mais j'ai aucune leçon à donner. でも私の方からこれはこうだという教えを垂れるものは全くございません。はい、非常になんか深いやり取りが続いていると思うんですけども、他にそうだ前の方今ね手を挙げます、はい、どうぞお願いします。朝日新聞の、はいはい、朝日新聞の引田と申します。いくつかの質問がありまして、今のおっしゃったことで心の人の心のバリアをなくすことだとおっしゃいましたけれども、この障壁となっているのは何だというふうにお考えですか。この何者もまとわずに何者もまとわずに心の動きを共有することが大事だとおっしゃいましたけど、c'est-à-dire que moi en fait D'abord, je vous parle de mon émotion à moi. つまりですね、まあ実際問題、私といたしましては、私の心の動きかというものを皆様に語っているわけでして。Et je la partage en sachant que ce n'est qu'une part de mon intimité. Il y a des choses que je garde pour moi. で、そしてそれを皆様とシェアをすると言っても、それはあくまでも私の心の中にあるほんの一部でしか過ぎないということは分かっているわけです。Mais que tout ce que je vous donne est le plus sincère possible, le plus sincère que je puisse. でも私の方から皆様に伝えるものというものは本当に私の心底を考えていることばかりでございます。Et face à cette sincérité, ですからこうした誠実さというものを持って、Si vous êtes entré dans la lecture de ce livre, normalement vous allégez de tout ce qui fait de vous un être social. Et そうすると皆様がこの本を読んでですね、そして社会に対する皆様のいろいろな例えば重しから皆様が心が軽くなったと感じていただけるのではないかなと思います。
faire attention à ce qu'on dit, ne pas pleurer, paraître fort. ですから自分の言動に気をつけて、そして涙を流さないようにする。そして、de paraître fort. で、強く見せるとかありますよね。Et vous êtes dans une position de faiblesse qui permet de chercher réellement au fond de vous-même. で、そうなると今度はご自身自身がですね、自分自身のもう心底を自分は何たるかということを求めようというそういったこの弱さというものが分かってくると思います。Parce qu'encore une fois, c'est je ne donne pas de leçons dans ce livre. で、ここでもまた申し上げますけれども、この本で私が何かをですね、教えを垂れているというわけでは全くないんです。Et c'est vous qui faites le chemin. つまり道を作るのは探すのはご自身だということです。Et ce chemin ne sera sincère pour vous aussi que si je vous ai mis à nu avant, que si vous avez accepté de vous mettre à nu. ですから、このその自分自身の道というものをこれから先探していくときに、やはりそれが本当に心底誠実なものであるためには、やはり皆さん自身もありとあらゆる衣を脱ぎ捨てて、そしてもう立ち戻って考えてみなければ、その道というものはですね、誠実に見えてこないのではないかと思います。私も新聞社でジャーナリストでたまに記事を書きますが、この本はたくさんの国で出版されていると聞いてます。なかなか私一生懸命記事書いてもこの本みたいにたくさん読まれたりすることないんですけれども、どうしたら多くの人のですね、心に響くような文章を書けるかというのをこの本で考えさせられました。でリスさんの本はこの極めてそのレイさんの内面に向けて書かれた言葉だというのはよくわかるんですけれども、どうしてレイさんの本がこれだけ多くの人に読まれているというふうにお考えでしょうか。Si vous voulez que que les gens vous lisent partout à travers le monde. Là, je n'ai pas de conseils à vous donner. Je ne saurais pas. Trouvez des bons éditeurs, peut-être. そうですね。私は何だ、特別なアドバイスというのがなくて、だってそのアドバイスだってどうしていいかわからないし、いい出版社を見つけることですかね。Par contre, si vous voulez être simplement lu, mais vraiment lu. でも、ただ単に読んでもらえれば、つまり、しっかりと読んでもらうということだったら。On en revient à la précédente question. Mettez-vous d'abord à nu. で、先ほどの問題に立ち戻りますけれども、まずは自分を裸にするということではないでしょうか。Acceptez de partager quelque chose de vrai sans calcul. ですから、何の計算もしないで、本当にまさに真実だと本当のことをですね、それをみんなとシェアをするということを受け入れるということだと思います。 Et après travailler et retravailler le texte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule fausse note dans la musique. ですから、今度はそれをですね、もうずっとずっとその文章というものを推敲していって、推敲に推敲を重ねて、それでそこに不協和音が、例えば音楽の不協和音が響かないようになるまで遂行していく。C'est en tout cas moi ce que j'ai fait, mais je vous garantis rien. そういうふうに私がやってきただけの話であって、これは何の保証にもなりませんけども。もう一つ、憎しみを与えないということについて伺いたいと思います。憎しみを与えないということについて大変な努力を払っているかと思いますけれども。一方で起きたこと、テロリストがやったことというのは、エリスさんとあとメルビル君にとっては消えないことというか、なかったことにはできないことだと思うんです。憎しみをなしにですね、その彼らの存在、テロリストの存在を自分たちが生きていく物語として理解するというのは可能なんでしょうか。
que des terroristes sont là, tout en continuant à vivre sans avoir la haine à leur égard. En fait, c'est impossible de faire l'inverse. その逆をすることは不可能です。少なくとも。Parce que quand on est journaliste, quand on est écrivain, on raconte une histoire. だからジャーナリストである場合、それから作家である場合に一つの物語を語るわけで。Une histoire, c'est un moment, c'est des polaroïdes, des moments. だからやはりこの物語というのは、一つの一瞬を切り取るというか、その瞬間のポラロイド写真ということでもあるわけで。Et une vie, c'est tous les jours. そして人生、生活というのは毎日のことです。Et donc, il est impossible pour moi de vivre tous les jours dans la haine. ですから私にとってその毎日というものを憎しみの中で生きるということは不可能です。Moi, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de jeu, j'ai besoin de légèreté. で、私にしてみても笑う必要があるし、私としてみてもやはり楽しみが必要だし、そして自由が必要だからです。Et j'ai un fils qui a exactement besoin de la même chose. そして私の息子も全く同じものを必要としています。Donc c'est impossible pour moi de céder à ça. ですから、そうしたものにですね、私が屈服をするということはありえません。Je peux pas vous dire comment. どのようにやればという how は言えませんけれども。Mais je peux vous dire que je suis pas seul dans ce cas-là. でも私はそのたった一人でやってるとは思えません。Et que des victimes des attentats, des proches des victimes, ou simplement des concitoyens français, européens, du monde. だからこのような例えばテロの被害者、その近親者、そしてまたフランス、ヨーロッパ、世界の市民。On est une grande majorité à vivre dans la peur parce qu'elle est là. で、やはり恐怖というものがそこにあるから、その恐怖の中で大多数は生きていくわけで。Mais à dépasser cette peur et à ne pas se soumettre à la haine. でもその恐怖というものを乗り越えて、そして憎しみに屈しないということなんです。Et je pense qu'on doit tous être conscients de cette force.で、そして誰もがですね、その力というものを意識として持っていると思います。最後に簡単な質問、シンプルな質問一つ。これまで影響を受けたですね、思想家とか作家がもしいたらちょっと教えていただきたいと思います。alors en fait, ce sont pas des intellectuels.少なくともインテリではないですね。Moi, j'aime la littérature. 文学が好きです。Et j'aime Flaubert. Flaubert とか。Je crois que Flaubert est celui qui fait les romans les plus simples et les plus beaux que je connaisse. で、私が知る限り、やはり小説として一番このシンプルで、でも一番素晴らしく美しいものを書いたのがフローベールだと思っています。Émile Ajar et Romain Gary qui sont une seule et même personne. Émile Ajar. Oui, Émile Ajar et Romain Gary. Émile Ajar, Romain Gary, c'est la même personne. Oui. 同じ人ですが. Et pour la même raison, parce que ce sont des textes qui nous emmènent au-delà de nous-mêmes, mais qui sont accessibles. で、また同じ理由で、その文章というのは、私どもを超えたどこかに連れて行ってくれるけれども、でもやはり私どもにとって手の届きやすいものでもあるからです。手の届くものでもあるからです。ありがとうございます。Merci。はい、あ、じゃあどうぞ。西日本新聞の永田と申します。
この本は、事件が起きて、2週間のことを書かれておりますけれども、その後もう半年経っております。その後のことをお聞きしたいんですけれども、その後アメリカとかいろんなところで大きなテロがいくつも起きています。そのニュースを聞いたときにどういうことをお感じになるのか、自分がまた憎しみに落ちそうになる、憎しみにとらわれそうになるんじゃないかというふうなことをお感じになることはありますか。No です。En fait, j'ai réagi à ces nouveaux attentats.そうです。そうした新しいテロに対して私も反応しました。Pas en tant que mari de quelqu'un qui a été tué au Bataclan. バタクランで殺された誰かの夫という立場での反応ではなくて、Mais simplement en tant que citoyen. 単なる市民としての反応でした。Avec Hélène au moment des attentats de Charlie Hebdo, des attentats de janvier en France. で、昨年の1月フランスで起こったシャーリー・エブドのテロがありました。その時に私のエレーヌと、elle nous avait emmené parce que c'était elle qui nous y avait emmené. Elle nous avait emmené, Melville et moi, poser des fleurs et des bougies aux endroits où des personnes avaient été tuées. エレーヌに連れられて、私と彼女は実際に被害者が殺された場所に。ロウソクと花を備えに参りました。Parce qu'on avait été tous les deux profondément touchés par ces attentats. で、このテロに私どもは深くもうこの心を揺り動かされたからでございます。 Et c'est le même sentiment qui m'habite aujourd'hui. で、同じその感情というものが今私の中にもあります。 Quand j'entends le matin en allumant ma radioLes attentats à Orlando, à Lahore, à Ankara, à Bruxelles, etc. etc. 例えば、アメリカのオーランドとか、それからトルコのアンカラとか、それからブリュッセルのテロのこの話が入ってくるたびに、私はその同じ感情に包まれます。それから、あれから6ヶ月、半年経って、今自分が幸せだと感じるときはどういうときなのか、それから、メルビル君が今どうしているのかを教えてください。À quel moment moi je suis heureux, c'est ça? Melville va très bien. メルビルはとっても元気です。 Il a 2 ans. 2歳になりました。 Il parle de plus en plus. どんどんとこのお話もできるようになりました。 Il a eu pour son anniversaire une trottinette et un piano.Une trottinette. C'est tu pousses, tu as un pied. Un petit garçon qui, ouais, qui a le sourire. で、大きくなって、そしてこの小さな、男の子はハッピーで、そして、いつもニコニコしています。Moi, je peux dire que le papa est soucieux mais heureux. 私はというと、お父さんとしてはですね、まあいろいろと、もういろんなことを考えているけれども、でも幸せです。Et l'homme a encore besoin d'avancer. やはり人間というのはですね、やっぱりこれからも前に進んでいかなくてはいけないんです。Merci. こちらこそ。はい、他にどうでしょうか。なんかありますですか。あ、はい、じゃあどうぞお願いします。
レビ朝日の前田と申します。先ほど今息子さんのお話が出たと思うんですけれども、半年経って、お子さん成長されたと思うんですけれども、その中でやはり息子さんがいろいろ分かってきパリの襲撃のことで分かってきたなと父親として感じられることはありますか？Est-ce que vous avez des enfants? お子様をお持ちでいらっしゃいますか？いないです。No. Quand vous aurez des enfants? お子様がお持ちになることになれば。Ne projetez surtout pas ce que vous avez dans la tête pour les mettre dans la leur. だからあなたご自身の頭の中で考えていることを、この子供の頭の中にですね、そのまま映し出そうというふうにはしない方がいいと思います。En fait, la manière dont nous on conceptualise les choses, je pense, ne se déroule pas de la même manière dans le cerveau d'un petit enfant. Et donc, on en a parlé tout de suite de ce qui s'était passé.実際に何が起こったかということをですね、後すぐ一緒に話しました。Et on en a parlé avec des vrais mots. で、その時に本当に実際の言葉を使って説明をしました。Et aujourd'hui, on parle beaucoup de sa maman, des souvenirs que j'ai avec elle, des souvenirs que lui il a avec elle. で、そして今は彼のママ、お母さんについての話とか、それから彼が実際そのお母さんについてどんな思い出があるかという話がよく出ます。ですから私自身としては彼の頭の中にですね、踏み込むようなことはしないようにしたいと思っています。Maintenant, j'attends ces questions. ですから私の方としては今彼の方から質問を投げかけてくるのを待っているという形です。Quand il aura des questions, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. で、彼が私にそういう質問をしてくるときには、なるべく正確に答えてあげたいと思っています。Tout en adaptant mon langage à l'âge auquel il me posera les questions. で、そして彼がこのしてくる質問に対して、私の言葉遣いというものをですね、しっかりと彼に合わせた形で答えていきたいなと思っています。Mais j'ai le devoir de lui laisser faire son propre chemin. でも私の務めとしては彼自身が自分の道というものを切り開いていくというふうにさせてやらなくてはいけないと思っています。ありがとうございます。Merci. こちらこそ。だいぶいろいろ質問をいただいてますけれども、先ほどからこの本がいかに素晴らしいかということを、皆さんも話していただいて、良い出版社を見つけることも大事ですねというお話があったんですけど、この良い翻訳者を見つけることも大変大事だなと、私はこれちょっと読んで思っているところなんですけども、それで今日は先ほどちょっと私失礼したんですけど、翻訳されたですね、土井さんがいらしています。で、もう皆さん読んで分かるように本当に素晴らしい日本語で、このフランス語で書かれた本を翻訳されていて、お話をしていただいて、レシンさんもおっしゃる通り、こうなんですかね、翻訳しながら執筆者の作家の思いをまさにこう受け継いで、そのまま流れるように日本語が出てきているというふうに感じますけれども、この本を翻訳されて、そしてこれだけ日本でも話題になって、今翻訳者としてどんな思いを持っていらっしゃるか、土井さん、ちょっと突然の指名で申し訳ないんですけど、伺えたらと思いますけど、何をお話ししていいか分かりません。最初は、朝日新聞社さん の、新聞でレリスさん のメッセージを読みました。
でその時に本当にあの暗闇の中でこうろうそくが灯っているっていう印象を受けて本当に感動しました。でですからあの今度の本もあの何を教えてくれるというよりも、あここにこういうことを考えている人がいるってこういうなんて言うんでしょう、あの明かりがあるんだっていうようなそういうような位置づけで私は思ってます。ですからそれを見た人と見ない人ではほんのちょっと違うっていうか、そういう意味ではあの、ノンフィクションのようなフィクションのようなあのなんて言うんでしょう、メッセージのようなジャンル分けが難しいものですけれども、非常に個人的なものを、真剣に書かれ、あの真面目に、あの真面目というか真摯に書かれたものがあの普遍的なところにまで到達して、人に何かちょっと何か変えてくれるという、本当に文学と言っていいんじゃないかと思います。あの訳させていただいてありがとうございました。以上です。Merci à vous. こちらこそありがとうございます。はい、土井さんどうもありがとうございました。さてあの、そろそろかなと思いますけど、ぜひこのことだけは聞いてみたいと、あるいはこういうことを伝えたいというような方がいらっしゃったら、どうぞあの挙手をされてください。いかがでしょうか。まあ、じゃあ最後に私からあのルニさん、あ、まあ、今はもうあのフランスあのラジオ局をお辞めになられたということですけど、まあ、こういった形でこう、こうまあ、伝えるというか、その先ほど主張という話も出てましたけども、その伝えるということ、その我々皆ここで集まっているのはジャーナリストで、伝えるということが仕事なんですけれども、この伝えるということの仕事の意味というか、そのことで何か今考えてらっしゃることありますですか。Pour transmettre un message.伝える伝える仕事の重要さということですか。Je sais pas ce que je vais faire après pour vous dire la vérité. まあ本当のことを言って、この先何をしようかということがまだわからない状態です。Je sais que maintenant que les gens m'ont donné leur attention. あの今人々が私にですね、あの、まあ、注目というか見てくれているので、ça crée en moi une responsabilité. それが私の中で一つの責任感を生むことになりました。On l'a oublié parce qu'on est journaliste, mais la parole publique est précieuse. で、つまりジャーナリストというのはですね、人々の前でそれはあの貴重な言葉というものを発していくということを忘れていると思うんです。En tout cas, moi, j'avais oublié à quel point c'était important. いや、私自身がですね、いや、どれだけそれが重要なことだかということを忘れていた人間でもあります。Et cette responsabilité m'impose une éthique. で、こうした責任感から一つの倫理観というものが出てきて。Mais vers quoi cette éthique va me guider, ça, je sais pas.さあその倫理観によって私はどちらの方向に導かれていくのだろうかと言っても、今はまだ分からない状態にあります。On dit qu'on est écrivain à partir du deuxième livre. で、こういうことをよく言われます。作家というのは2冊目からだぞと。Donc je vais essayer de devenir écrivain. Voilà. ですから私としてはですね、作家になれるように頑張ってみたいと思います。はい、ありがとうございました。あの本当にいろんな質問が出て、またいろんなお話をしていただいてありがとうございます。今日あのこちらに書いていただいたのはメルシーブックとあって、あの For your attention ですね。それから Your Votre humilité Humility Et votre simplicité And your simplicity Oui.Simplicity. De, I felt in the National Press Center, Press Club, ですね、like home と。
この自分の家庭のようにこのプレスクラブを感じますと。すみません、このプレスクラブで感じた私の家庭のように、このヒミリティとシンプリシティを、感じましたということをお声になっております。それでは最後に御礼でですね、まずレディスさんに、このナショナルプレス日本記者クラブの、ロゴ入りのボールペンをお送りしたいと思います。もう一つはこれは息子さんのメルビルさんに、マグカップですね。これはまあ、メルビル君今2歳ですか、ちょうど2歳なんで、ちょうど事件の時は、17ヶ月、1歳と5ヶ月だったということですけれども、これをお渡ししたいと思います。日本にも日本記者クラブをはじめメルビル君を応援している人がたくさんいるということを伝えていただければと思います。ありがとうございます。はい、それではこれでこの会合を終わります。Merci à vous. Merci beaucoup. 皆様本当にどうもありがとうございます。